どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は Amazon ブラックフライデー直前ということでですね、攻略方法をねレベル別にご紹介していこうかなと思います。ブラックフライデーということでね、これ年末のまあほぼ最大のねセールになりますので、普段なんでね今回安くならない商品とかもうわ安くなってるみたいなことってね結構あるんで、なんでしっかり準備して臨む方がいいんじゃないかなと思います。後悔しないように、ここら辺のキャンペーンとかもね非常にこういったセールの時に充実してますので、まあそこら辺もしっかりこう活用してね買い物していただければなと思いますんで、今回は分かりやすく解説します。何をすればいいのかっていうところね、チャンネル登録と横の数字ベルを押してから進んでください。はい、今回やったセール、こういったガジェットいいんじゃないかみたいなところももちろん動画出しますので、通知オンにしていただければすぐ行きます。はい、ということでまずざっくりとねちょっと概要なんですけども、開催時期に関しては11月25日金曜日の0時ですね。今回0時00分から、12月1日木曜までなってますね。まあもうすぐ始まります。はい、でいつも大体に朝9時からとかなんですけど、今年はなんかね深夜から始まるっていうね、なんでもう25日になった瞬間にグンってくるってね感じなんで、そこだけちょっと注意かなと思います。これで始まるまでというか、まあ始まってからもなんですけど、やっておくべきことを先にちょっとレベル別にね、レベル4ぐらいまで、4か5ぐらいまで、はい、紹介したいと思うんですけども、もうできる限りねお得に買い物したいじゃないですか。ちょっとレベルマックスまで、ね、頑張りましょう。はい、でまずね早速レベル1からこれいきたいと思うんですけども、まず一つ目としてはポイントアップキャンペーンにエントリーですね。まあこれはもう分かってるよみたいな方もね多いと思うんですけども、 Amazon のそのトップページ行ってもらってですね、 Amazon アクセスしていただいて、ブラックフライデーのセールのなんかスタートページみたいなのねと思いますので、このページのエントリーボタンを押すだけですね。まあ非常に簡単。はい、まあリンクとかもね全部概要欄とか載せておきますので、これ期間中にまあざっくりと1万円以上買い物するとポイントが%がねその人によって戻ってきますよっていうねことですね。まあ最大で 11% 還元が受けれるというところなんですけど、まあだいたい1万円使うとどうですか、1100円ぐらい戻ってくるみたいなイメージが、それが Amazon 上で使えるポイントとして還元されますよっていうものをですね、まあ、ざっくり概要としてはですね、まあ、プライム会員、Amazon のプライム会員であれば、まず 2% ですね。プライム会員やっぱこれなっといた方がいいと思いますね。はい、これめっちゃ便利です。配送料無料になったりとか、まあ、動画が見れたりとか音楽が聴けたりとか、まあ、ほんといろんなサービスありますので、僕も多分もうずっと10年ぐらい使ってるかもしれないです。はい、プラスでこうポイントとしては、Amazon のショッピングアプリ経由でのお買い物ですね。プライム会員とかも関係なしに、まあ、アプリなんで先にねダウンロードしてもらって Amazon の 0.5%がプラスで、これアプリ経由するだけでつきます。仮になんでパソコンでこう購入して決済しちゃうとこの 0.5% つかないので、やり方としてはなんか欲しいものだけとりあえずカートに入れておいて、決済だけまあアプリでやればいいんじゃないかなっていうところをですね、まあ問いつつ僕いつもね忘れちゃうんですけど、もうセールに夢中になっちゃうんで、とまあ Amazon のねマスターカードを持ってるんであればプラス、まあ、2.5 からプラス 3% あるので、まあカード入会してくしておくっていうのもありかなと思いますね。 Amazon 結構使うんであれば。でまた今回はですね、いつもとセールと違って、さらに今回Amazon デバイスの、購入でプラス 5.5% きますので、まあ、欲しいその Amazon デバイスあれば、まあ、購入してもいいのかなと、まあ、Alexa みたいなんで呼ぶスマートスピーカーとか Fire TV スティックとかもね、そこら辺もいろんな、今ワールドカップやってるんで ABEMA TV 見れたりとかね、そこら辺もありますんで、購入すればさらにプラス 5.5% 還元。例えば僕の場合だとプライム会員でアプリ経由で買い物をするので、僕カード今持ってないんで、まあ、2.5% 還元ですね。まあ、なんで1万円でだいたい250ポイントぐらい戻ってくる。これも10万円とか使うと、まあ、2500ポイントとかなるんで、まあ、結構バカにならないなっていうところ。仮にじゃあ Amazon デバイスね、なんか1個多分で安いと2000円ぐらいで買えると思うんですよね。だと 5.5% なので、まあ、10万円使えば0.5% プラス 5.5% なんで 8% でしょ、まあ、10万円で 8000ポイント戻ってくるんで、普通になんか買えそうだなっていう感じ でもちろんこれセール対象以外の製品を買ってもこの加算の対象になりますので、ポイントの対象なんで、いつも買ってるものとかあって、まあ仮に1万円以上合計でこの期間中に超えるのであれば対象にもちろんなるんで、そういったまあ日用品みたいなのも買っといてもいいかなと思いますね。ということで、それでは買い物しましょうっていうねところなんですけど、まあちょっと待ってください、焦らないでください。はい、続いてレベル2ですね。買う前にギフト券チャージ、これしておきましょうっていうところで、 Amazon そのギフトっていうものがあって、要するに Amazon 上で使える、まあなんか電子マネーみたいなもんだと思ってもらえばいいですね。それを事前にチャージですね、まあプリペイドとか言いますけど、チャージしておくと、まあキャンペーン中なんで一応 0.5% の還元がありますと。
でさらにこのチャージをクレジットカードで行うとプラス 0.5% なんで合計で 1% 還元が受けることができます。ただし一応まあ条件がありまして、1回のチャージで5000円以上チャージが条件になりますので、ここはまあちょっと注意かなと思いますね。まあプライム会員であとある必要はあるんで、まあ、もし入ってなければこれ無料でね30日間キャンペーンあるんで、そこだけ入ってもセール終わったら解約するみたいなもありかなと思いますね、正直ね。はい、まあ、正直、まあ、プライム会員はね入っておいてもまあ別にいいかなと思いますけどね、うん、値段おかしいんでやっぱり、はい、でクレジットカードチャージはクーポンコードを、ね、入れる必要があるので、まあ、これも注意が必要かなと思うんで、コードが出てきますんで、まあ、なのでもう買うものがね、まあ、ある程度もしもう事前にもし決まってるんであれば、事前に1回まあ5000円以上チャージしておけばですね、さらにこの 1% もらえるので、まあこれはやっぱりねセール前にやっといた方がいいかなっていうところで、このねAmazonねポイント自体ももちろんセール終わってからもね使えますので、まあ確か有効期限がねまあ10年とかだったと思うんで、まあさすがに使い切れないみたいなことないと思うんで、まあ何かしらまあ使えるんでこうチャージしといて、でまた日用品買うときに使うとかは全然ねありだと思いますね。まあこれねチャージしとかないとやっぱセール始まってからこう食いついて買った後に、あやべチャージしとけばよかったみたいな結構あるんですよ僕も、うん、これまあちょっと概要欄に全部ねページとか載せておきますので、まあ、ぜひちょっとセール前にですね準備してから臨んでいただければなと思います。はい、続きましてレベル3ですね。これキーパー入れておく、はい、キーパーってなんだよってねと思うんですけども、これね、まあ、知ってる方はもちろん知ってると思うんですけど、要するに値段がねこう値段の推移が分かるっていうね、じゃあこれセール前もともといくらだったのかみたいなところね、結構じゃあセールってことでセールの何日か前にこう値段を上げて、はい1000円引きですみたいなんで、いやいや元の値段と一緒じゃないかみたいなまあこういうの結構あるんですよね正直ね。はい、まあそこら辺をちょっと見抜くためにこれはねもう普段の買い物でも使えるので絶対入れてください。はい、どういう感じで見えるかと言いますと、まあこれ例えばなんかねトマトジュース、これ僕買ったやつなんですけども、カゴメのやつか、だいたい2400円ぐらいで、これってまあ最近推移どうなんだろうって見るっていくと、こうやって下でね、あなんか2160円ぐらいの時あったじゃんみたいなとかね見れるんですよね。こうやって全体の推移が、まあ見れたりもしますし、で期間とかでね、じゃあ全期間で今まあどうなんだろう、あ結構タイムセールでじゃあ2000円ぐらいの時あったんだなとか、まあそれに近かったら結構買っていいんじゃないかなとか、そういった考え方もできますん でこれがまあいろいろそれぞれの製品で見れるんで入れた方がいいかなと思います。じゃあこれどうやって表示させるのかと言いますと、これめっちゃ簡単です正直言うと。でまずはこのキーパー .com みたいなところにアクセスしてもらって、ここにねなんかブラウザ、まあこれだったらサファリとか、まあ Google Chrome とかがまあ大体まあパソコンだと使う方ね多いと思うんですけど、クリックしてもうそのまま行くだけって感じです。まあ一応アプリもね Android をまあ iPhone ともにあるんですけど、この Google Chrome だとクリックして、あとはこの Chrome に追加っていうのがあるので、まあ、そしたらなんか拡張機能としてなんかね入るんですよね。まあ、勝手になんか入ります。入るので、でまあサファリだとまあこれ多分アイコンクリックして、まあ、Mac だとねもうそれかもう App Store でまあキーパーって検索してもらうと、まあ、出てくるので、まあ、それを入れるぐらいですかね。非常にまあ簡単っていうかそんなにやることないです正直。最初もしかしたらねダウンロードしたすぐは出ないんですけど、一回なんでそのサファリとか Chrome、まあ、一回閉じてもらって試してみてほしいかなっていうところですね。はい、そしたら価格見えるようになるので、はい、まあ、ちょっと分かんなかったらコメントしてください。はい、スマホアプリもあるんですけど、まあ、ただちょっとねこっちはね使いづらいっていうのはありますね。やっぱりようこそみたいなんでこれも入ってもらって、まあ、普通にねこの Amazon 見れるんですけど、例えばこの製品のこの下の方に出てきますね確か、まあ、出てくるんだけど、この画面これをタップしてこのなんかね中身を見るっていう感じなんで、まあ、若干こう手間がかかるみたいなね。検索して見れるとかもあるんですけど、まあ、ちょっとこれアプリもねちょっと試してみてください。はい、次レベル4、キャンペーンエントリーしてギフト券チャージして価格の推移も分かると、さあ買うぞとの前にの前に最後レベル4としてはこれタイムセールの通知を受け取るですね。はい、まあ、タイムセールこれ通知がね始まったタイミングできたらめっちゃいいと思いませんか。ありますその方法ということで、まあ、方法としては2つあるんですけども、まあウォッチリストに追加するっていうところと、まあ、あらかじめその欲しいものリストに、まあ、自分で追加しておくっていう2つの方法があります。でまず、1つ目、ウォッチリストなんですけども、ウォッチリストなんですけども、まあ、今回は一応 Amazon の、 スマホアプリにします。
はい、まあ、通知はやっぱスマホで来る方がいいかなと思うんで、この Amazon アプリを開いて、この一番右下にあるこの 波線3つみたいなやつこの川じゃねえかみたいなやつを押して、タイムセールっていうねところがあるんで、まあ、ちょっと表示がね微妙に、ログイン画面によって変わるんですけども、まあ、大体上の方にあると思います。タイムセールを押すと、まあ、こういった画面が出てくるんですけど、タイムセールした商品のね、でその中のこの在庫状況っていうねところがあるんですけど、このカテゴリーから探すの2、在庫状況を押すと、在庫ありとかもうすぐ開始とかあるんです。このもうすぐ開始です、もうすぐ開始のやつを押しますと、そしたらもうすぐセールが開始される製品が出てきます、ね、12時に開始になってるんだけど、今日金曜なんでもうね、はい、でこれで欲しい製品があったこのウォッチするっていうのを押すと、まあ、今回ちょっとまだログインしてなかったのであれですけど、ウォッチするっていうのを押すとウォッチされます、はいウォッチされます、はい、つまりウォッチするっていうのを押すと通知が来るんですよね、始まりましたよっていうの、これ俺は狙ってるぜっていうのをね、はい、でさっきの、このもうすぐ開始のところ、在庫状況のところでウォッチリストっていうのが一番下にあるんですけど、これ押すとウォッチリストに入ります。でこの中に、まあ、今回の僕のやつだとアンカーとこのなんかウェブカメラみたいなやつが、入ってウォッチリストに入ってるんで、これのセールが開始されたら開始されましたよっていうのが通知できますんで、っていう方法がまず1個目ですね、ウォッチリストに入れるっていうのと、で2つ目、まあ、こっちの方が簡単かもしれないですね、欲しいものリストに追加していくっていうことで、まあ、あらかじめ自分の欲しい製品が欲しい製品をリストに入れておいて、もしそれがセール対象になれば、通知が来るっていう感じなんですけども、これはね、まあ、どっちかというと簡単かな、こっちの方が1マーク左から2つ目の1マークに欲しいものリストっていうのがあるんですよね。欲しいものリストがあるので、まあ、作ってもいいかなってね。ブラックライアンで BF みたいな感じで作って、例えばこう商品ページに行くと、この下の方にですね、リストに追加っていうのがあります。多分この申し込むの下か、このページで言うと。ただ、このリストにですね、まあ、リストをさっきの例えば作ったリストを選んでもらって入れておくと、これだけで完了です。はい。まあね、普通にまあ商品ページ行ってもらって、下の方にね、多分押すボタンがあるんで、まあ、それで入れるっていう感じですね。まあ、もちろんこれセールになるとは限らないね、ものもあるんで、そうしたら通知は来ないんですけど、まあ、こういう方法もありますっていう感じですかね。で、一応今回セール対象商品っていうのが一部公開されているので、とりあえずこのなんかブラックフライデーのあのページとかに行って、じゃあちょっと AirPods Pro ね、ちょっと気になるなみたいな。であれば、これクリックしといて、これで、これパソコンの画面ですけど、こうリストに追加で、さっきのその欲しいものリストのところに、まあ、入れておけばですね、まあこれで通知来たりするんで、まあこれ多分セール始まる、まあ、もしくは12時とかに来るかもしれないですけど、こういった方法もあるんで、まあこのとりあえずセール対象商品のページ行って、これなんかいいなと思ったものをポンポン入れとけばいいのかっていう、とりあえずね、感じですかね、一旦は。はい。まあこんな感じでちょっとまあ賢くね、お買い物、まあこんな方法ありますよみたいな。まあ他もね、多分なんか方法あるかもしれないんで、ぜひあれば、コメント欄とかでね、教えてもらえればと思います。はい。ここなんか違うよみたいなところもね、ぜひ言ってください。まあもちろんで、セール開始しましたら、この製品ね、めっちゃお得じゃんみたいなところも紹介いたしますので、ぜひチャンネル登録と横の通知ベルを押してお待ちください。はい。まあ普段は Apple 製品とかガジェット系のね、レビューをしてますので、そちらの動画もぜひね、iPhone とか、最近こう好評ですので、こちらもぜひご覧ください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。まあ、こういったなんかちょっとテクニック系みたいなやつもね、入れていこうかと思います。まあ、そんな、難しくないんで、できる限りね、はい。あと、ま、昨日ちょっとサッカー見てて、日本が勝ったんで、今ちょっと脳がスパーク状態ですね。やばいやばい。はい。で、Amazon ね、プライムデー、プライムデーじゃねえよ。ブラックフライデーもね、始まるんで、頑張るぜ。めっちゃ見つけて、はい。もうリストにポンポン掘り込んでいくわ。ま、皆さんもね、欲しいものだけね、買いすぎてもダメなんで、まあ、さっきのキーパーとかちょっと活用してもらって、悪徳業者みたいなのもいるんで、そこら辺もね、気をつけながら買い物しましょう。はい。ということで、いいものあったら教えてください。ぜひ。すごかったね。